おはようございます、小木曽です。今日は皆さんに、感謝をお伝えしたくて、今日はこのような動画を作りました。昨日10月の13日、無事、東京の銀座日動画廊から始まった個展も福岡日動画廊で、終わりました。約20合わせると24、5日間ですかね、の個展でした。行ける範囲で私も週末等を行きましたが、非常にたくさんの方に来ていただき本当にありがとうございました。私も展覧会、初めて個展したのが、24歳の時に銀座駿河台画廊で行いまして、おそらく20回近くは個展をしておりますが、この YouTube を半年ちょっとやり続けてきて、この動画を見てきたという方がすごく多くて、本当にありがとうございました。やっていてよかったなと思いますし、今回ですねちょっと遠方で、展覧会に来たかったという方も行けなかったので残念ですというお声もいただきましたので、ちょっと出品作品の中から15、6点、紹介できればなと思っております。一応売約になった作品を中心に、していきたいと思います。1点だけ売約になっていませんが、気に入っているので、ちょっと紹介させてください。ちなみに、展作品はちょっとちびっこの声がちょいちょい入るかもしれませんが、カタログにはですね、カタログには作品が、51作品、載っておりますが、展覧会の最終的には、65点、福岡と東京で65点出品したということでございます。カタログを作った後に、また作品ができたりして、増えていくということが私の展覧会ではよくあることでございます。だから65点も出してますので、間違いなく完売とかしませんし、最後会期4日前ぐらいに持っていく、すぐこけ折ったもあったりします。ちょっとご紹介していきたいと思います。一番初めはですね、ギャラリートークでも話しましたこの作品ですね、ちょっと題名は載せておきますが、120号というスクエアの120号というサイズなんですが、これ僕ちょっとよくわかんないんですけども、130号の長辺と同じ長さなんですけど120号なんですよね。これなんでなんですかね、ちょっと僕もよくわかりませんが、194cm×194cm の作品です。194cmってなかなかイメージができないと思いますが、今年、サイヤング賞候補に上がっております。確か、ダルビッシュ投手が196cmぐらいだったと思うので、あれと同じぐらいのサイズだと思ってもらえたら分かりやすいかなと思います。 194cm、最近はちょっとこのサイズぐらいが面白いというか、100号のスクエア、正方形というものも結構変えていたんですが、若干僕の中ではちょっと小さく感じるようになってきて、120号ぐらいが一番こう体力を使って、汗をかいて絵を描けるという感じなので、このサイズを意外と描いたりしています。よくこう聞かれるんですけど、どういう人が買うんですかとか言われますが、例えば美術館を経営されているような方とか、企業の例えばエントランスに飾るのか、ホテルなのか、私もあんまりそこまで細かく聞くことはありませんので、どういうところに飾られるのかは分からなかったりしますが、この作品は、鹿児島の出水市の鶴の来る町ミュージアムというところの方が買ってくださいましたので、九州の方はまた見る機会があるかもしれません。作品自体はですね、
これは長崎の魚雷訓練跡地というところのに女性、妻ですけども寝かせて描いた作品です。ここの建物自体は本当に廃墟になっていて、この中というのはこれ建物の中なんですね。で中にこれだけのこれ大きな木が立ち上がってきていて、ですね、こういったところがあるんだなということで、驚きます。自然と人間の共生みたいなものがテーマになっている作品です。75年、要は戦時中におそらく使われていた魚雷を作るために、使われていたところが今は廃墟になって、そこはもう木々が生い茂っていて、でその中で、木々が生きていって、大きくなっていって、ツタが大きく育っていくというところと、まあ、30歳ちょっとぐらいの女性というものが、要は自然の中で人は生かされているんだっていうことを描けないかなと思って描いた作品でございます。次の作品はですね、こちらですね。ちょっと画像が、こちらの作品ですね。これは、スケッチに実際に行く動画を上げておりますが、そちらの方で、書いております。セフリ町の方かなにあるところです。すごく水の透明度の高いところですけども、まあやっぱりこういろんなこう自然災害とかを見ていると、水というものがすごくこう関わることが多いですよね。例えば津波かもしれませんし、豪雨被害かもしれません、洪水かもしれませんが、ただやっぱり僕たちは水と共に生きていかなければいけないということを、感じますし、実際そういうものだと思いますので、そういうこう水と人というものを描けないかなと思って描きました。オフィリア、ジョン・エヴァレット・ミレーですか、のオフィリアからイメージを取っているのは確かです。で、私の場合は、よく写実画家とも言われますが、こういう水面とかはどちらかというとこうアブストラクト、抽象的なイメージで描いていきますので、よくこう皆さん近くによるとどちらかというとこう色面構成されているような感じで抽象的な感じに描かれているんですが、離れてみるとあたかも水にちゃんと見えるということを言われたりします。手前に大きな岩を描いていますが、これはちょっと形を少しこう実際とは変えております。なんとなくこう人間のシルエットがあるんですけども、人間のシルエットと近いようなこうシルエットにして、なんかこう岩のシルエットと人間の人の肌のシルエットというものを対比させることによって面白く見せれないかなと思って描いた作品です。はい、次いきます。で今度はフィレンツェ、これですね、50号の作品です。50号、よく100号とか120号とか50号、まあこの中に、売約になってない作品もあります。1点だけね、ぜひ、コメント欄で予想を立ててみるのも面白いんじゃないですか。フィレンツェ50号の作品です。これはやっぱり奥行きをぐーっとこう抜けていくような、フィレンツェの街並みを奥行きをぐーっと抜けていくような感じをうまく描けた作品かなと思います。もう少しこう左の奥の方に行くと、レオナルドが生まれ育ったヴィンチ村の方角になっていこうかと思います。フィレンツェは非常に高い建物がドゥオーモの上と、その横にある、ジョットの鐘楼というものがありまして、でこれはジョットの鐘楼の上から見たものです。ドゥオーモの方は結構人観光客が多いので、ジョットの鐘楼の方によく僕は登ります。もうちょっと右の方に行くとウィッツがあったりとします。右上の方がミケランジェロの丘とかっていうところがあったりするあたりです。まあ、こういう鳥観図的な俯瞰的に描く作品というのはもう10年ぐらい前から継続してやってまいりましたが、一つの代表的な作品の一つになったのかなという気はします。
まあ、なんでこれ書くのかっていろいろ言われたり自分も思うんですけども、まあ、書きたいからまず書き出すのが一番初めに僕はどっちかって言ったって、目的とかのためというよりは書きたいと思っちゃうんですね。すごく、まあ、単純な私がやってるのは芸術というより芸術の括りの中のもしかして美術という一ジャンルかもしれませんが美しいとかかっこいいと思って、動機づけとして書き出すんですけども、やっぱりこう街並みとかを上から見た時に、500年前からああいった形で、残していって、ですね、ある程度こう日本とは違いますもんね、色の非常にこう街自体で色とかの使う色の制限とかがあるんですよね。で日本やったらいろんなもうド派手なピンクとか緑とかっていう、看板のお店とかございますけども、その辺をやっぱりこうある程度抑えたりしながらも調和を常に、500年間保ち続けているなと思って、こういう作品を描きたくなります。でただ、よく太陽光の発電だけはちょっとこう違和感を持っていつも出てくるので、それはそれですごく面白いなと思って、それも書き足したりしております。はい、次でこれは、たゆまなくって呼びますけども、たゆまなく登ってという作品、30号の作品ですけども、まあこれもやっぱ水と人間ということで描いた作品で、私の中では水面をうまく描けた作品の一つになっております。光が当たっている影であるとかっていうこととちょっと抽象的に描いていくような水面、ただ、引きで見るとちゃんとこう水面になっているというところのバランスが非常に私の中ではうまくいった作品だなと思います。でこの作品に関しては、多分ものすごく早かったです。できたのがちょっとこう展覧会の予定とかのそれのミスがあって、あ慌ててやばい1枚書かないとということで、まあ私が企画してる自分で企画してる展覧会でしたので出さないというわけにはいかないので大慌てで書いて約1ヶ月ぐらいで書き上げたような記憶をしております。これもすごく気に入っている作品の一つでございます。はい、次これはローマ30号ですね。ローマの30号の作品です。これもやっぱり長官図的に、俯瞰的に見て、いる作品ですけども、ローマの市庁舎、昔これがお城やったみたいですけども、その上が少し展望台になっているということで、描いた作品です。もうローマ自体実は行くのが十何年ぶりで、イタリア自体に、5回ぐらい行ってるんですけども、ローマとベネチアが去年一昨年に、久しぶりに行ったんですね。でもう一回こう書いてみたいなっていうのと、やっぱり、ルネサンスの息吹とかを見るとまたこう描きたいというような強い気持ちになり、高いところを探し回りました。まあ、行く前に大体こう調べてはいくんですけども、まあ、これどういうふうによくこう聞かれますけど、もちろんこれ全部自分で行ってますからね、誰かの写真を使ってとか、今回動画ずっと YouTube でやってきて、ある網走の夜景のやつだけは友人から写真を借用しましたが、基本的に違う、自分で、行って、写真を撮っております。ローマという作品です。やっぱりこうですね、バチカンを中心とした国づくりがされていて、ベルニーニであるとかね、ベルニーニがローマを作ったということで、言われておりますが、そういう設計されたものとかを見て回るのも面白いんじゃないかなと思います。はい、次これはアムステルダムです。オランダですね。オランダのアムステルダム。アムステルダムは4年前かなに行きました。やっぱりオランダを行ってみたいなと思っていたので、ようやく行けたという感じでございました。で、アムステルダムはやっぱり街並みが全然さっきのローマとは全く違いますよね。で、ここは、すいません、今パッと出てなんとかもうシンプルな名前です。ある教会の上から見ております。
で、アムステルダム自体は干拓地なんですね、埋め立て地ですよね。で、水路がこう縦横無尽に張り巡らされて、それで貿易とかによって栄えた町です。レンブラントが生まれ育った町でございます。でなかなか高いところもないので、その教会の展望台というところが町の中心の中では一番高いところでした。いやすごくこう面白かったので、またアムステルダムは行ってみたいなと思います。できるだけ何か静かな絵を描けないかなっていうのと、ものすごくシンプルに V の字の構図にしてみました。左側には昔からある水路、右側には町を走る幹線道路みたいなものが交差しているところがすごく面白くて、こういうふうにこうすごくシンプルに干拓地なんでこうね、垂直水平でこう町が区切られているんですけども、その中にこう水路がうねうね走っているところなんていうのも非常に面白いなと思って描きました。最小限の色で描いているんですが、若干の紅葉とかを描くことによって画面を引き締める効果が自分なりにはうまくいったかなと思っている作品でございます。次ですね、次はこれは、ベネチアですね。ベネチアはいくつか今回描きました。ベネチアはやっぱり人気がありました、作品として。これは DM に選ばせていただいた、ダイレクトメールの DM に選ばせていただいたんですけども、実はこれ僕が選んだんじゃなくて、画廊の人に基本的にそういうのはお任せすることも結構あります。でこれがいいということで、まあ、なんでこれにしたのかもうちょっと聞いてみればよかったんですが、まあすごくこう水とかも奥にあって、すごいスッキリしているようで、やはり私の代名詞的なぐちゃぐちゃ系といいますか、ぐちゃ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 描いている作品となっております。こういった作品を1枚描くのに約2ヶ月風景はかかるんですよ。で先ほどのタイウマナクノボッテというスクエアの35の人物とか、ああいうのの方が実は早かったりします。労力は、どっちかというとその一気に描いていくんですね、人物プラス風景とかの絵っていうのは。で、こういう、ヨーロッパの風景とかっていうのは、まず壁を描いて、乾いて、屋根を描いて乾いて、ニードルで引っかいて、絵の具をすり込んで削ってとかっていうことを繰り返していくので、実は2ヶ月以上は大体かかります。手間のかかっている作品でございます。これも15年ぐらい前にここのに登ってみて、その時はその風景画を描くという概念がなかったので、当時はまだフィルムカメラでして、山ほど写真を撮ったんですが、ここの上から写真をあんまり撮っていなかったです。はい、でこれは、これフィレンツェ、もう一番ベタなミケランジェロの丘から見ている、一番ベタな風景です。こういうの描くとき、絵描きさんで僕もそうなんですけど、若干こう渋るんですよ。若干こうやっぱりこんなにこう絵はがき的なとかって言われたこともあります。偉い先生にこんな描いてって。でも僕の長らくのコレクターの先生、ある人が、おいぞ君はもうベタな描いた方がいいと、なんでですかと、ベタなの描いた方がいいって言われてですね。でそれはもう小木曽君の絵になりつつあると。どういうことか、ちょっとどの絵を見ても小木曽君だって分かるようになりつつあるから、逆に今こんなベタなのを小木曽君が描いてみたらっていうのをどんどんやっていった方が面白いよということを後押ししてくださりました。T 先生ありがとうございます。すごく好評判のいい作品になりました。僕らしいのはやっぱりこの空の部分かなと思います。3分の1、3分の1、3分の1ずつぐらいを構造をこう分割する、ということをしてみました。空の大事さとか中継の大事さ、手前の大事さっていうのをうまいこと描き分けることができた作品かなと思います。一番初めに売約になった作品だそうですね。はい、ありがとうございました。次、でこれは、ローマですね。フィレンツェ、ベネチア、ローマ。もうなんかこう今年はオンライン授業で、講義もたくさんやったので、またこういうところがこうフラッシュバックしながら、絵を描いたり授業をしたり、授業をしながら自分の絵を思い出したりとかっていうことがずっとなんかそんなことを繰り返していた、半年間だったような気がします。
まあ、コロッセオが真ん中にあって、これアートコレクターさんの表紙にしていただいた作品で5月号かな、アートコレクターズ5月号多分まだこう購入することができるかと思います。多分アートコレクターズさんのは色をすごく補正ですごく彩度を高くしてるんでしょうね。実際のこの絵と皆さん、これと一緒なんですかっていうことで驚かれておりました。まあ、僕のこれは推測と予想なんですが、多分コロナが一番しんどい大変な緊急事態宣言の時やったから、なんとなくこう出版社もテンションが上がって裁量をガッと上げたのかなというような気がしております。ただこれも本当にこう現代と古代が入り混じっている作品で、これは例えば5年後に実際にローマに行ったらまたその情景は変わっているでしょうし、10年後に行ったらまた変わっているんではないかなという作品でございます。これですね、これ大丈夫かな、まあ、一応もう堂々と出しておいて、まあ、ヌードの作品なんですけども、これはですね、まあ、妻が妊娠が分かってちょっとこうなんか、記念碑的な作品を何個か書けんかなと思って書いた作品です。また実際にこうね、マタニティヌードとかっていうわけではなくて、まだそんなにこうお腹が分かる状況ではないんですが、そういうものをいくつか書いて残しておこうと思った作品です。この作品に関しては相当筆致筆跡を厚く塗っております。だから多分本物を見られた方はこれは相当絵の具が厚かったよっていうことを皆さんにお伝えいただければと思います。ちょっとこう頑張って絵の具を厚くして物質感でなんか人間の肌とか人を描けんかなと思ってこうチャレンジしました。12もしかして美術の窓さんのなんか予告かなんかに使われていたかもしれませんね。はい、6号サイズです。そして、これ蝦夷富士羊蹄山北海道ですね。ここから少し日本の風景をお見せしていきますが、昨年、10連休がゴールデンウィークにありまして、とにかく、北海道もう子供が生まれる前でしたので、国内旅行ならなんとか行けるだろうということで、新千歳空港におりまして、そこでレンタカーを借りまして、ビューっと網走の方まで行って、ビューっと旭川とか回ってぐーっと行って、函館やらなんやら行って、登別温泉行って、9日間、走り回りました。で、これは北海道のその羊蹄山。ゴールデンウィークですけど結構雪が残っていて、なかなかこれも雲が晴れなくて、ようやく少し晴れた瞬間ですね、長らくここは待っておりました。日本の本当風景ですけども、今回すごくこう、なぜか人気がありました。昔もちょこちょこっとは描いてたんですけど、多分トータル10枚も描いてないんじゃないかなと思いますが、今回相当多く描きまして、非常にこう皆さん、喜んでくれたというか、いいですねと言ってくださいました。おそらくですけど、僕のこう、まあ、展覧会の構成を考えた時に、まあ、海外の風景がやっぱり屋根とかが 赤かったりすることが多いので、反対に近いような青系ですね、感触というのを使ったことによって、すごくそれがよりお互いが映えるというか、そういう効果を生み出したのではないかなという気がします。はい、すみません、ヨーロッパの風景に戻りましたね。ベネチアでございます。ベネチア、これはですね、ちょうどこう2月ぐらいに出したと思うんですけども、今回のこうコロナの一件で世界中がちょっと騒ぎ出して、でもなんとなく日本ではまだそんな感じでも、大丈夫なんじゃないかみたいな風潮がちょっとあった気がするんですね。2月の頭とか、私たち大学の人間は入試のことでちょっとこうどうなるというふうには思っていたんですが、で世界中のいろんなところでやばいやばいってなってきて、一番初めに大都市でロックダウン、都市閉鎖を都市封鎖を一番初めにしたのは確かベネチアだったんじゃないかなという気がして、ベネチアをちょっと描いてみようと思いました。ここは本当に何度も水害とかにももちろん合ってるんですけども、何度もその立ち上がっていくような、ペストの時も、中世ペストが流行った時にも、ここは非常に、多くの死者が出たと言われております。でもこう何度も立ち上がっていく姿みたいなものを思って描けないかなと思って描きました。
なんかこうベネチアのこう先のギューととんがったなんかお面みたいなのありますけど、あれはそのペストが流行った時にお医者さんがこうつけていた。要は鼻のところに何かこうあれして、空気があれしないようにして、目のところになんかガラスかなんか入れてっていうお医者さんがつけていたっていうふうに、間違えたらすみませんね、本とかに載っておりました。はい。そしてこれですね、これは網走の能登岬っていうんですかね、の海を描きました。これも人気がありました。やっぱりなかなか珍しいんでしょうね、私が青い絵を描くという、それだけでもなんか喜んでもらえるなんてと思いましたが、これは本当に僕が高校の同級生に会いに、行って、彼と待ち合わせをした場所がこちらでした。非常に感動しました。ぜひここに行ってほしいということで彼と待ち合わせして、で奥に見えてる山に彼は冬登るそうです。もうすぐ彼の季節が来ると言って喜んでいましたが、こういう冬山に一人登っていくそうで、気をつけてくださいねとしか言えませんが、なんか僕らが見たことないようは、日本海から日本海じゃないね、あの海向こうの方に要は、北方領土が見えてくるわけですよね。そっちの方の海なんて、なかなか見ることができないので、こういうのを描いておこうかなと思いました。こうなってるか、もうちょっと左のこっちの方かな。はい。でこれ、これはですね、カタログには載っていなかったのかなと思いますが、これも後で足した作品だったような気がします。すみません。これは展覧会会場ですごくこのブルーが映えました。マシューコです。マシューコを描きました。非常に展覧会会場で映えて、まあこれは YouTube でも書いている部分、空気遠近法みたいなのを書き方をお見せしている動画です。このブルーどうやって出すんですかとか、絵の具なんですかとかって言われますけども、絵の具です。フタロシア人系の多分ブルーを使っていると思います。そういった色で、こういう青が出てきます。ぜひ皆さんも挑戦してみられたらいいのかなという気がします。約30分間喋り続けていますが、非常に気に入った作品の一つでございます。じゃあ次いきます。あ、これ雪の景色ですね。これもカタログには載っていないですね、作品でございます。雪の景色、です。やっぱり僕ら九州の人間は雪に若干の憧れはありますが、雪国に住めって言われたら若干気持ちは引いてしまいますが、残雪がすごく綺麗で、影がやっぱ空気がすごい澄んでいるのか、木々から落ちた影がものすごい綺麗な紫色だったんですね。でその紫青系と白、新緑が少し生えてきている緑、こういったものをコンポジションできないかなと思って描いた作品です。相当これは絵の具をゴテゴテ乗せてます。これは透明水彩と合わせて見るとすごく分かりやすかったので、展覧会の会場構成としては非常に、うまくいった作品かなと思います。残雪ですね。で一番最後、すみません、ちょっと順番、大きさ順番 あれしましたが、ちょっとこれがどうしてもこういう風な状態で、僕が画像のトリミングができなかったので、これは YouTube にも流しましたが、この作品でございます。これもやっぱりこう子供がお腹にいるということで、なんか胎児のイメージで絵を描けないかなと思って描いた作品で、もうこれは言っときます。これはこの動画 YouTube を見て感動したと言って、この作品をお買い求めいただいたという方がいるということでございます。この緊急事態宣言以降、なかなか2月ぐらいからこの方もほとんど外に出ていなかったということで、無理をして、東京の日動画廊さんまで来ていただいて、初めてこんな大きな買い物をしたぐらいの感じで、画廊にも初めて入ったという方でございました。ありがとうございました。そんな感じで、たくさんの作品を描いて、出品し、皆さんに見ていただきました。また展覧会個展という形になると、おそらく2年後、東京は3年後となってしまいますが、またの機会にぜひ、東京とか個展等をお越しいただければと思います。
ジャスト30分お話し続けました。またどこかでお会いしましょう。ありがとうございました。